フランス一部 AS モナコは現地時間10月22日、リーグアーン第9節でメスと対戦し2対1の逆転勝利を収めた。日本代表 MF 南野匠はスタメン出場した中、失点関与の場面に現地メディアも反応している。動画、波外れたロング弾、50メートル超の距離から19歳 MF カマラが決めたゴラッソ右ウィングでスタメン出場した南野だったが、 前半4分に失点に絡んでしまう。相手陣内で短いパスを受けた南野が MF ユスフ・ホファナへ返そうとしたバックパスを狙われボールを奪われる。すると約60メートルの距離からメス MF ・ラミネ・カマラに超ロングシュートのゴラッソを叩き込まれて失点してしまう。それでもモナコはロシア代表 MF ・アレクサンドル・ゴロビンの一撃で息を吹き返す。まずは前半42分。 左でボールを受けたゴロビンがカットインから右足一戦。見事なミドル弾で試合を振り出しに戻す。さらにエンド変わった後半10分、ペナルティーエリアから10メートルほど離れたやや右の位置から直接フリーキックをゴロビンが沈めて2 1と勝ち越した。南野もヘディングでのシュート、カウンターの場面でペナルティーエリア内華麗なターンから右足を振り抜きゴールを狙う。 しかし惜しくも相手ゴールキーパーにセーブされ得点とはならなかった。後半34分までプレーした南野はノーゴールに終わったが、序盤の失点関与にはフランスの国際ニュース専門チャンネル、フランス24も言及。50メートルを超える波外れたロング弾。19歳のカマラが南野匠の不要意なパスをインターセプトし、本能と技術に裏打ちされた見事なゴール。 と衝撃のロングゴラッソのシーンを振り返っている。味方との連携で生まれた失点シーンはあったものの、それでも勝ち切り今もなおリーグの首位に立つモナコの底力は、ここまで継続しているようだ。